はいというわけでございましてですね、えー、今回、えー、レビューする映画は、AI 崩壊でございます。えー、この映画何と言いますかね、せっかく AI というものをテーマにしているのに,のにもかかわらず、その利点を生かせない展開、AI= イコール人工知能、AI に関しては全く私、詳しくないんですけども、まあのー、ね将来 AI が人の仕事を取って代わる存在になりうる、進化した AI が暴走して人類を支配してしまうのではないかなど、 そ、まあ、ういった雑学的知識だけでこの映画をきっとあの学習し進化した AI が暴走して人類の脅威になる展開になるんだろうなと勝手に思っていましたところが蓋を開けてみると単に悪者が人為的に AI を暴走させ最後は人の手で暴走を止めるというだけの作品でございましたね、まあ、確かにね脅威にはなっているんです が、そもそも作為的に暴走させなければ何も起こらなかったわけで AI そのものの恐ろしさというよりも単に悪人による AI の悪用映画この表現がぴったりですつまりハッキングや、まあ、システムの改ざんなどともう何も変わらない次元の話なんですね、まあ、規模が大きい AI なのでいろいろ被害は出てますが結局は人がやらかしただけの事件なんですよつまりあくまで AI は人の道具としての存在としか描かれていないこれがもし今球体全の球体全としたものつまり人間による完全にコントロールできるはずのものであればそれを悪用する人間の恐ろしさを描いたという表現はできると思いますよ本来の使用用途とは違う目的で使ってしまうというよくあるテーマテーマ性ですねでもね今回はそれと違うんだよねあくまで AI をテーマにするわけですから AI を従来のものと同じ土台で描くのはちょっと まあ違うというかまあ、もったいないというかつまりこの作品の中では人の力は AI よりも勝っているというものこと自体が見事に確立してしまっております自ら学習し進化していくという AI の本来の特性が活かせていないのです逆に AI は人の力で完全に制御できる安全な存在であるということを逆説的に表現しているようなもので 遠い将来危惧されているようなあの,なあの先に言いました AI の倫理的テーマなどはね、まあ、皆無でしたね、えー、人知を超えた存在になりうる、A、AI をどう表現し現代社会に警告を促すかそれが結果として人の力で食い止めることができる結末だったとしても暴走のもとが人間の作為的なものでなく AI そのものが、えー、進化成長し AI 自ら人類を脅威にさらすという展開あ 展開であればまあ面白みももああったんですけどもねまあ、言ってみれば完全にただのヒューマンパニック映画でしたまだ言いたいことはありますがまあ長くなりそうなので、えー、まあ最後に一つだけ、えー、小役、えー、結構物語の早い段階でまあ閉じ込められて、まあね、そこの閉じ込められた場所が氷点下になっているんですけどもねあまり寒そうな感じが伝わってこなかったです以上です